クジラがわしを食べている。うわしは死ねんのだ。深海でまさに絶体絶命。わしはとんでもないミスをしてしまった。わしの名はジェフリー。よし、上物のロブスターが取れた。アメリカで漁師をしている男じゃ。漁師といってもわしは少し変わっていてな、海の底に潜ってロブスターを取っておるのだ。よし、大量だ。老いぼれとバカにしてくれるなよ。これでもこの道30年のベテランじゃ。などと見栄を張っては見たものの、わしが現役を張れるのもそう長くない。あなた、そろそろゆっくりしませんか。この頃は体も前ほど動かんし、何より嫁さんが心配しておるからな。子供たちも数年前に独立したから、わしに何かあったら嫁さんは一人じゃ。この辺が潮時かのう。仕事は好きじゃが彼女を置いていく危険を背負ってはわがままを通せん。漁師の道から身を引くことを決めたわしは仲間にそのことを伝えた。本気かよジェフリーさん、最高の漁師なのに。嫁さんに泣かれてはな。あんたは心から奥さんを愛しているもんな。これだけの人間が惜しんでくれるとは、今までやってきた甲斐があった。こうして月日はあっという間に過ぎ、最後の漁に出る日がやってきた。最後の仕事じゃ普通にやっては味気ない。ここはドカンと稼いで気持ちよく終わろうではないか。この日の漁は最初から好調じゃった。すまんな、わしの引退を飾る花になってもらうぞ。一度目の選考から5匹6匹とトントン拍子で獲物が取れた。ロブスターはエビと同じく外敵から逃げるときは後ろに飛ぶ習性がある。おれ、おとなしくせい。獲物を手に入れて空気も少なくなってくればすぐに海上へ上がりたいと思うものだが、ダイバーにとって焦りは命取りよ。海中深くから急に浮上すれば減圧症になってしまうからの。減圧症は水中深くから急激に水面に上昇することで体内に窒素の気泡が発生することを言う。気泡が血液中に発生すると風船のようになって死に至ることもダイバーにとって厄介な死神じゃよ。今日のわしは絶好調じゃった。網が満タンになるのはこれで4度目。少々取れすぎじゃないかの。もしかしたら神様が今までの労をねぎらってくれておるのかもしれん。これだけ好調だとついつい欲が出てしまうのが人間。今日で最後、少しばかり冒険しても罰は当たるまい。普段の漁では水深8メートル程度しか潜らんのだが、わしはこの時10メートル以上も下へと潜った。今まで手を出してなかっただけあって、潜った先にはさらに多くのロブスターがいた。なんとしたことじゃ。こいつはまさに宝の山じゃぞ。わしは喜び勇んで獲物たちに手を伸ばした。こうして目先の欲にとらわれたわしは大きなミスを犯していた。海の中はまさに魔界。周囲への警戒を怠ってはならなかったのだ。不用心のツケが帰ってきたのは突然のことじゃった。岩場に張り付いておったわしは背後から巨大な何かの襲撃を受けたのだ。そしてとんでもないことに気づいた。クジラじゃ。なんとわしに突撃してきたのは巨大なクジラだったのだ。必死に脱出を試みるも、全く動けん。背中から受ける圧力と水の抵抗に板挟みにされて動くことができん。じゃがこのまま連れ去られるわけにはいかん。海で船から引き離されるのは死を意味する。いい加減にせんか。渾身の力を込めて反った体を戻したわしは上へと逃れようとした。会心のタイミングじゃと思っておった脱出の一手。なんじゃ。しかしそれは吸い込まれる猛烈な力によって阻まれてしまった。突如として闇に閉ざされた視界と腹を襲う圧迫感。真っ暗だ。一体何が起きているんじゃ。しかしわしはこの事態を引き起こしている原因が分かった。そう、今わしはクジラに加えられているのだ。ゴー。随分と長い間海と関わっておったが、クジラが人を食うなど聞いたことがないわ。こやつに牙がないおかげで怪我をせずに済んでおるが、いかん、時間がない、死ぬ。このままおしゃぶりにされていてはこの深海で酸素が切れてあの世行きだ。すると突然口内の水流のままにわしはゴー。やつのどでかい胃の中へと流れ込んでしまったのだ。しかしそこに信じられない光景が広がっていた。あ、これもしかして全部人間のゴミか。なんということだ。なんと胃の中に大量のプラスチックゴミ、人間の廃棄物をこいつは飲み込んでいたんだ。かわいそうに。人間はなんと罪な生き物だ。一瞬あっけに取られていたわしだが、そんなことをしている場合ではない。うわ。死ぬ気で体内をよじ登り、奴の口内まで戻ってきた。
しかし脱出しようにも人の力でクジラの顎をこじ開けるのは無理じゃ。わしも暴れてみたものの、やつは微動だにせんかった。こうなってはわしにできることはない。運を天に任せるのみじゃ。酸素がもうなくなる。ダメか。正直に言うと半ば命を諦めていた。だがその時あるものが脳裏をよぎった。そう、家にたった一人残してきた母さんだ。この年になるまでずっと苦労をかけてきたんだ。死ねるか。残りの人生をかけて愛する彼女に恩返しをするつもりだったのだ。絶対に絶対に生き残る。わしが母さんを残していくことなどありえん。わしは死ねんのだ。わしは体をひねり口から顔を出した。そして狂ったように暴れたのだ。暴れ続けること数分、急に腹の圧迫感がなくなったと思ったら、なんとクジラのやつがわしのことを吐き出したのじゃ。クジラは小魚やプランクトンを主食とする動物。まったく人間は食い物じゃないだろう。食い間違いなどで殺されたんじゃたまらんぞ。その後わしは近くの漁船に助けを求め、無事に救助された。こんな離れたところまで一体どうしたんだい。実はクジラに食われて。わしが体験したことを話したら、見事にあっきり取られておったわい。その後入院することになったわしじゃが、どこからクジラの話が漏れたのか。クジラに食べられた時はどうだったのですか。それはの、地元の記者たちが殺到したのにはさすがに参ったわい。あれからわしは漁師を引退し、愛する母さんと隠居生活を送っている。平和じゃの。私は気を揉まなくていいから嬉しいですよ。海に未練がないといえば嘘になるが、母さんとの両性に勝つものはないからな。本日の動画は以上です。過去の動画も全て